はい、じゃあ次はですね、これ五葉松なんですが、これもだいぶ、ほっとかれたやつでですね、まあこういうふうに伸びてるところ、枝枯れしてるところとかですね、いろいろなんですけど、まあこれちょっと穴ぼこが開いてますね。はい、まあこれは五葉松で、次五葉ですね、下土台黒松で継いだやつなんですけど、まあこれをちょっとお手入れしながらですね、簡単な剪定方法で、ちょっとだけ見れる木にしていきましょうというやり方なんですが、まあだいたいこちら側を、まあ、正面でしょうかね、あ、こっちは後ろか、こちら側を正面で、やっていきましょうかね。で、まあ今こう赤く茶色くなってるやつは古葉だったりちょっと枝が枯れてる部分だったりいろいろあるんですけど、まあ枯れ枝は当然もう取っとったってしょうがないので切らないといけないんですけど、まあ、このまま放置しとくとですね、やっぱもったいないですよね。これもまあまあな年数がやっぱ経ってますからね。完全に枯れちゃってる枝を少しちょっと取っていってますね。まあ、大まかにですね、ちょっと枯れてる枝を切っていったんですが、まあ、簡単な剪定というかですね、こういう五葉松のちょっと荒れてしまった伸び放題になってしまったやつを、まあ、ちょっと見た目少し良さそうに見えようっていうやり方なんですが、まあ、要はこういう飛び出て伸びてるところを切っていくだけですね。で、その切る場所っていうのがですね、五葉松の場合、まあ、松全般そうですけど、胴吹きっていうのがなかなかないので、下に必ず切るときには次の芽があるのを確認して切っていきます。例えばこやつを切るのにですね、まあもうこれ自体がここまでありますので、この下の見えますかね、ここに次の芽がありますので、こういったやつがあるのを確認した上で切っていきますね。で、これもちょっと出てる部分、下に芽があることを確認して
切っていきます。こういうのもですね、下に次の芽があるのを確認して切っていきます。こういう伸びてるやつもそうですけど、まあこれもそうですし、この下のやつもそう、これはフルバですけど、ここにもありますね。でこれ自体も芽ですので、これが全くない状態で、まあこれだったらここから切ってしまうと、もうこの下ないので、もうこの枝自体がなくなってしまいますからね。だからあの次の芽が確実にあるというのを確かめた上で切ってもらうといいかと思います。飛び出てるとこ、飛び出てるところをこう切っていきます。こういうのもですね、次のこの辺の芽があることを確認した上で切っていく。まあこれだったらここにありますかね。まあここで切ってもいいんだけど、まあこの辺で切っていきますね。こやつもちょっと長いので一段こうやって止めていきます。必ず次の下の芽があるのを確認しながら切っていきます。まあ時期をそんなにこだわらないので、これはですね、まあ今の時期でも例えばなんかでこういう木が入りました、入手しました、どっかで買いましたと、まあちょっと見栄えを良くしようっていう場合にはですね、こうやってちょっと揃えてあげるだけでも見栄えが変わってきますので、まだ赤葉がいっぱい、古葉が残ってますのでね、これもまたちょっと丁寧に取ってあげるとまた綺麗に見えますけどね。でこういうのはですね、切った切り口をずっと長年ほったらかしとくと、こうやって穴になったりしますね。これどこまで入ってるんでしょうかね。ここで終わってればいいですけどね。当然雨水が入ったりするとだんだんこう腐っていきますからね、こういうのはまあ処理しとった方がいいですけどね。まあ中をちょっときれいにしてもらって、まあ一番簡単なのはこういう切り口を養生するやつですね。こういうので塞いでしまうのが早いんですけど、さあどんくらい入るもんでしょう。そうですそうです。昔はこういうの松なんかはですね、まあ私なんかがする前ですけど、モルタルなんかで穴を塞ぐというふうに聞いたことがありますけどね、実際にそのモルタルで塞いである木は見たことありますけど、なんかこの木の大きさに比べてやたらと重いなと。結構太い大きい木なんですけど、中はそっと抜けてるんですね。それの中心を全部なんかモルタルで埋めてたみたいで、なんかちょっと微妙にこいつ重いぞと思って、で聞いたらそのモルタルで埋めてると。でそこの中心を見たら思いっきり塞いでありましたですけどね。あれ来ない？うん、まあ水分を持たないやつなので、あれで完全に蓋をしてしまえばですね、
あの木自体はそこをまた埋め込んでいきますか、あの巻き込んでいきますので、要は水が入り込むのが一番良くないのでですね、まあそういった意味ではまあそれもありっちゃありなのかもしれないですけどね。まあ今そういうやり方をしている人はまあいらっしゃらないとは思いますけど、まあ塞いどかないと割合早い段階でもう中芯が腐ってボロッと、まあそれも一つの風情が出るかもしれないですけどね。この辺が全部腐ってバラッと取れるとまたここ辺がシャリになったりするのかもしれないですけど、まあでもそれが原因でやっぱ枯れるということもありますからね。で今ちょっとざっと走りながらやりましたけど、まあここが正面という感じでしょうかね、この辺が。まあこれの場合なんでこういう植え方をしておられたのかがまあこっちは裏ですからね、だからやっぱこっちが正面でしょうね。あこういうような感じで、まあ春にでも植え替えをするといい感じ。はい、またちょっと小さめのですね、まあ小さめということもないんですけど、五葉松、まあ、ここがもうちょっと下がりゃいいけどなかなか下げるのは難しいでしょうからね。あとは植える角度で少し変えるかですね。こんな感じでしょうかね。まあ今日はですね、楓とかですね、今日やったのは楓の、まあちょっと放置されてたやつを、まあ剥がりをしながらちょっと剪定をしていって、これから、先々の展望ですね、これはまあここを取り引きすることによってちょっとミニ盆栽になりますよとか、そういったやつをちょっとご説明したんですが、あとその次に梅ですね、梅もあれもだいぶ長い期間放置されてたやつで、もう一部しか生きてないんですけど、まああれをこう周りの枯れてる部分を硬い部分だけ残して柔らかい部分を全部取ってしまって、削り倒しながらですね、ちょっとしたまあどこまで削れるかあれですけど、あれもやっぱミニ盆栽になっていくでしょうから、あとは根っこ下の部分がどれだけ残るかですね、あれが全部残るとなるとちょっとミニ盆栽地は気にいかないので、まあ、あとは今度はじゃあ残ってるとこの枝をこう少し使いながら形を作っていくというようなやり方でしょうかね、何回かに分けながらちょっと、いじっていこうかなというふうには思います。でもう一つは、これは五葉松ですが、これもだいぶまあ働かされてて、ちょっと荒れ始めてた木ですけども、これをまあちょっと簡単なお手入れで、少し見れるような木にしていこうというやつですね。で、まあ、植えてるのがこうこの鉢に対してちょっと木がですねちょっとあれなんで正面が違うので、まあ今度ある先にこっちを正面で植えてあげるとまたちょっと見栄えの変わる木になっていくかなというふうには思います。まあ、前にも一回ちょっとご説明しましたが、まっすぐ上に出る分と下に出る分は基本的には取っていくというようなやり方で、五葉松に関してはあの先伸びてるけども下に次の芽があることを確認した上で切るというようなことだけ注意しながらやっていただければですね、まあ草花と違って1年1年じゃないのでですね、まあ時間かけて、手をかけていくものですから、まあそういった意味ではちょっとずつご自分のこう思うような形にですね、近づけていくというか、作っていかれるとまた一つ楽しみが出るかなというふうには思います。はい、あとはもう季節で特にもう中山さっきも言いましたけど、とにかく今年は暑かったですから、まあまだまだ暑いですけど、まだ暑いです、はい、まだ十分暑いですけどまあ木もやっぱ暑いんだというのも一つ覚えておかれるといいかなと思いますね。ただ松なんかも非常に暑さとか
日本の暑さぐらいだったら、まあ、割合平気なはずなんですけど、うん、それでも今年はだいぶ痛めている人も多いというふうに聞きます、うん、でどうしてもこれだけしかないのでですね、まあ、水を切らさないように、うん、いろいろこう工夫をしてあげるといいかもしれないですね、長くやってる人ほど今年は失敗したみたいですね。毎年こんな状態だから、大丈夫やろ、まあ、こんなんで大丈夫やという、はい、感覚でおられて、えらい今年は枯らしたかなという方で、うん、まあ、宮崎の方でそれこそ美山霧島なんかだいぶ持ってらっしゃる方がいらっしゃるみたいなんですけど、そこのお宅に行ったことがないんでどのぐらい持ってらっしゃるかわからないんですけど、毎年枯らすことはないのに今年は何十本も枯れたとこの間見えておっしゃってました。でやっぱ暑さが異常やなとか言うけど、うん、まあ暑さが異常やなというよりはですね、やっぱ暑くてなかなかこう水かけのタイミングが遅れたりだとかすればですね、当然木にはダメージがありますのでね、まあ、そういった意味では木も熱いんだから水だけは最低限でもやってあげるようですね、うん、それか、まあ、シャコネットみたいな形を作ってあげて、ちょっと昼間乾燥しない工夫をしてあげるかですね、うん、まあ、手をかけたほどだと思いますので、うん、いろいろとやってあげるといいかなというふうには思います。毎年、宮崎神宮で、春と秋、植木市をやっております。で今年も秋の植木市11月の1日から始まります。で例年だと11月いっぱい、11月の終わりで終了なんですが、今年はですね11月の30日っていうのがちょうど土曜日なもんですから、12月の1日までやろうということになりまして、11月1日金曜日だったかな、金曜日から12月の1日日曜日まで開催します。で、まあ12月1日は最終日になりますので、まあ販売自体は4時までなんですけどね、通常は朝まあ大体9時ぐらいから夕方5時までというふうになっております。で1日だけは、オープンは一緒ですが終わりが4時と16時ですねという形にはなっております。で、まあ植木関係、花関係、あと、まあ、うちは盆栽屋ですので盆栽関係ですね、こういったものを、展示販売いたします。まあいろいろ宮崎牛の詰め合わせだとか、JCB の方かなの、商品券だとか、うん、こういったやつが当たる抽選会もありますので、まあご近所お誘い合わせの上、来ていただける、まあ宮崎近隣の方はですね結構鹿児島とか熊本からとかも、お見えになられますので、まあ、ぜひ、来ていただければと思います。はい、そうなります。ありがとうございました。